皆さんこんにちは、デュオの橋本康弘です。今回はですね、浜名湖で、シーバスもしくはクロダイ狙っていきます。まず明るい時間帯はね、こういったレーススピン、そして、ね、ナイトゲームはね、シーク、ね、新作のシーク、そういったシンキングペンションをメインにして、今回は浜名湖攻略していきたいと思います。まあ、今ねちょっといい時間帯なので頑張っていきます。行ってきます。来た来たよー、シーバス。ヒレがね、すごくかっこいいシーバスですね。そして巻いてくるだけでございます。やっぱすごいゆっくり巻くとかかりますね。ラメヒーフまずはレアリススピンの、ね、14g いきます。新色の銀ピカ UV シラスですね。よいしょ、結構丸な。やっていきますかね。キャストして巻いてくるだけでございます。まあ、濁ってくるとデイゲームが良くなってくるんですが、ちょっとやっぱまだねシーズン的に早いんで水はすごく澄んでますね。ちょっと夕方暗くなる瞬間にあるかなっていう、ワンチャンスあるかなっていうところですけれども、投げて巻くという簡単操作でいろんなね魚種釣れるレアリススピンなんで、ショアからはもちろん、デイナイト問わずボートからでもね実績高いです。非常にこのコロラドブレードのね、水の押しというか水の攪拌が非常に強いんで、結構こうイナッコとか食べている状況ですと非常に有効なことが多いです。キャストして竿を立てて巻いていきます。ウェディングで使う場合はね、これは基本的な使い方になります。ちょっと汗か。はい、ルアー変えました。レアリススピンでね、チェックしていたんですが反応ないんで、じゃこちらデューキ 50SSW、 こちらも新色ですね、 UV 銀ピカシラス、これでチェックしていきたいと思います。まあ、デューキね、50S70S あります。ベイト小さい時はね、50、あと流れが速いエリアとか少し下のレンジを止めたいよっていう場合は 70S、 そんな感じの使い分けでいいと思います。まあ、ただ巻きでも十分釣れますし、トゥイッチジャック、そういったね使い方も対応してます。まあもともとトラウトミノですからね、やっぱりこう流れに対する対応力っていうのも非常にいいですし、まあ、ゆっくり巻いても早く巻いてもね、しっかり泳いでくれる、これが特徴ですね。来たよー、シバス。龍騎新色できました。よし、取るよ。はい、入った。龍騎です。まあまあ可愛いですけどね。はい、釣れましたね。龍騎の 50SSW、 新色の UV 銀ピカシラスですね。いや、なんかヒレがねすごくかっこいいシーバスですね。夕方来てくれました。やりました。うわ、見てるなシーバスね。はい、今ね7時です。
暗くなりましたね。で、暗くなるに従ってね、ベータが沖の方に離れていって、今もう完全に岸沿いいなくなってしまいましたね。ということでね、場所を見切って今の奥にいる奥浜の湖にいるんですが、ちょっと表浜の湖南の方にね下ってみて、探していきたいと思います。じゃあね、移動します。今回使用しているルアーをご紹介させてください。まずですね、デアリススピン、そして龍騎の 70S、50S、この3種類にですね、新たに2色、ね、新色が追加となりました。まずね、こちら UV 銀ピカシラスというね、カラーになっております。こちらがですね、シルバーメッキン UV コット、ね、紫外線発光しますので、紫外線の光当たりますと青紫にね、ぼわっと光る。それにプラスしてね、シルバーの強い輝きなのでですね、水がきれいなところ、そしてね、日中太陽が高い時間帯でもね、非常に有効なカラーとなっております。そして2色目がね、マットインパクトチャート。こちらですね、マットチャートプラスしてお腹ビリーブにですね、白いライン入ってます。これがですね、グロー、ね、つまり夜光です。蓄光、光を蓄えて発光するカラーになってます。夜間もね、もちろんいいんですが、日中でもね、非常に効果的なんですね。なので、マットチャートのインパクトを生かしてですね、濁り水プラス日中、ね、そんな時間帯状況でも効果的なカラーとなっています。こちら2色、ね、新たに3機種に追加となりました。ぜひお試しください。続きまして、ベイルーフシーク 85S、 そして 68S になります。こちらがですね、ナイトゲームでね、メインで使用しました。まずね、こちら 85S 85mm 14.5g、 まあね、1年間通してね、使いやすいサイズウェイトになっております。そして 68mm の 7.7g、 こちらがですね、まあキビキビ系のアクションになっておりまして、まあ、ベイトが小さい時、もしくはですね、まあ、低活性、ね、大きいサイズのルアーじゃ反応しないよという時に効果的な 68S になってます。シークのね、特徴としまして、まずね、シークスライドがね、挙げられます。こちらね、流れの変化に入った時にですね、シークは自発的にですね、スライドアクションを起こします。このスライドアクションがシーバスを見切らせることなくバイトに持ち込むアクション動きになっております。まあ、シーバスはね、イレギュラーな動きをするものに対して反応してしまいますので、このね、シークスライドとっても有効なんです。そして泳ぎ、フォールともに水平姿勢になってます。水平で泳ぎ、水平姿勢で沈む。そしてね、このフォールの時にはですね、ローリングしながら沈んでいきますので、巻いてなくてもね、魚を誘い続けることが可能です。またですね、水平姿勢のシンキングペンシルはですね、巻き心地がね、軽くなってしまう傾向があるんですけれども、こだわりにこだわったウェイトバランス、そしてね、ボディ形状によってですね、しっかりした抵抗感が生まれますので、ちょっとした流れの変化もね、拾いやすくなっておりますし、集中力維持にもね、つながっております。投げて巻くだけで自発的なシークスライドでですね、魚を誘うシーク 85S 68S、 こちらもぜひお試しください。はい、夜の部です。奥浜名湖からね、表浜名湖に移動してきました。今ね、作業中、これからね、干潮になるというタイミングです。ウェーディングでね、やっていきます。まあ、夜はね、ちょっとこのシーク85 68、これをね、メインにしながら、釣っていきたいと思います。じゃあ早速ウェーディングしていきましょうか。行ってきます。まずはね、シーク85ゴーストパールチャートからいきます。お使い方はですね、投げて巻いてくるだけで OK です。今ね、流れが左から右に来てますので、まあ、基本はね、流れ上流側斜めアップクロスにキャストしてゆっくり巻いてくると、最初はね、巻き心地軽いんですけれども、流れ下流側に入ってくるとね、徐々に
巻き心地を見舞っていきます。そうするとね、マルワがね、下流に入ってきたなという目安になってますね。そして流れの変化に入るとシークはですね、スライドアクションシークスライドになってますので、まあ、これがね、自発的にね、発生させてくれますので、アングラー側を投げて巻いてるだけで OK です。一通りね、8号で探っていたんですけどもね、シーク8号で、まあ、反応がなかったのでね、サイズを今度落としてシーク68できます。色はね、チャートバックキャンディーですね。使い方はね、8号同様、もう投げて巻くだけで OK です。とにかくこの特徴がね、この 6.8cm、68mm、7.7g という小型軽量なルアーでありながらも、このしっかりとしたね、巻きの抵抗感、ほぼ 9cm のシンキングベンチ、同等と言ってもいいと思いますね。すごいこう小粒ながらも得られる情報量っていうのが、ね、非常にこう大きい、そんなねイメージです。意外とね、こう巻き心地が軽いとね、一定速度でゆっくり巻くのって難しいんですよね。しっかりある程度抵抗感があることによって、ゆっくり一定速度で巻きやすい。この巻き心地はね、ぜひね、体感していただきたいですね。シーク68、やっぱすごいゆっくり巻くとかかりますね。よいしょ、すごい可愛いです。え、なんだろう、ヒラメ、ヒラメだ、ラメヒフォー忘れてた、ヒラメだ、ヒラメでした、可愛いヒラメです。シーク68でした。ゆっくりゆっくり巻いたら、ね、ヒットしましたね。いや、でもなんか嬉しいです。はい、嬉しいですよ。ありがとうございます。お疲れ様でした。浜名湖ね、日中そして夜間釣りを楽しんでみました。夕方がですね、龍騎のゴーマレース、そして夜間はね、シークの 68S。 今のね、時期春、マイクロベイトも多いですから、やはりね、小さめのルアーに反応が良かったんじゃないかと思います。これからですね、季節も進んでいきまして、昼需要に変わっていきます。昼間にね、大きく潮が動くシーズンになりますんで、デイゲームもね、楽しめる季節になってきます。ぜひ皆さん、浜名湖で、ね、いろんなターゲット狙えますから、ぜひぜひリオルアーを持って調光を立ててみてください。今回はね、これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。